さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますさあ本日紹介するのはですね小笠の FCS というモデルになります昨日になってますかね前回の動画が小笠の FC と いうシリーズ FC と FC ワイドっていうシリーズを紹介させていただきました FC ワイドは、えー、鋭いカービングのためノーマルの FC は切り替えから単入り口のボードコントロールのためそんな感じで選んでいくのも足のサイズを1回度返したらそんな考え方もいいんじゃないですかとじゃあ FCS はどんな人が乗ったらこれ面白いんだいってなったら FC よりもまず FCS っていう S がこれスティフっていう硬いっていう意味なんですけども意味なんですけども FC よりもグンって硬くなります固くなるってことはスピードに対して強くなっていくボコボコに対して強くなっていくっていうふに技術レベルがグって高くなっていく人に対してマッチするようなモデルになっていくので FC の次のステップアップっていうふに考えていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。板全体的ににくなることによって でえー、シャドに対するボコボコに対対すするるボボココそういった部分でのエッチングクオリティとっていうものが板柔らかいとグーって曲がっていきながらも板がガタ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 ってなったりしやすいのが全くならない方がギューンって鋭く曲がっていく推進性っていうものを大きく取ることができるかなと思うんですねそうすると板が走っていくとかよりスピードっていうような考え方になっていく FC は今までのあ昨日紹介した FC はどっちかっていうとカービングを コントロールしていくフルカーブをしながらもコントロールしていこうねっていうような乗っているフィーリングが強いんですけどもそのコントロールをグンっていう風に飛び出してまあコントロールはもちろんするんだけどそんなことよりもさもっともっとスピード出していこうぜっていう板に仕上がっているのが f c s だなという風に思います。 なんで乗りこなすってなるとそれなりの技術レベルも必要になってくるんですけれどもちょっとうまくなった人が乗るとうわなんだこれすごいスピード出せるじゃんっていうふうに印象が一気に変わるんじゃないかなというふうに思いますそして硬さ以外にじゃあこのアウトライン形は一緒なのを FC とっていうとこれも変えてるんですよこのサイドカーブエッジのサイドカーブの部分が FC よりも FCS の方がここが浅いんです FCFCS っていうふうに FCS のすね。がサイドカーブ浅くなるとどうなるかっていうとエッジ切り替えて切面捉えて捉ましたである程度板立ってきたら曲がってくるよっていうふうになりますまあキターンってそういうものかなと思うんですけどもサイドカーブが浅いとそれなりに立ててこないと曲がりづらいよっていうふうになっていって。 反対にサイドカーブ深いとちょっとでも立てばすぐそのこのサイドカーブの影響を受けれるから曲がりやすいよというふうになっていくんですね。なんでサイドカーブが浅くなってる板はターンし始めるのにサイドカーブの影響だけだと少ないのでターンしながらこのノーズ板のしなりノーズのしなりをちゃんと作ることでターン軌道をえー 深くしていこうね自分の思い通りのターンライン描いていこうねというような乗り方に変わっていきます FC がサイドカーブで曲がるものに対して FCS はノーズのしなりで曲がるっていうふうにちょっと曲がり方の要素が少し変,え変わっていく変えてあげるとより曲がるっていうことに対して両方のモデルで楽しさっていうものが見いだしていけるだろうなというところになるんですね。FCS はがっっつりこのののノーズのしなりを作って欲しいので サイドカーブ浅いとちょっと立てるとすぐ曲がり始めちゃうのでノーズターム前から曲がり始めるやつだったら面白くないもっともっとスピード出して板のしなりで曲がりたいっていうところからもサイドカーブ浅くしていい意味で曲がってこないようにサイドカーブの影響を受けづらいようにするからちゃんとノーズしならせないと曲がれないねそんなような乗り味になっていく。 じゃあこのノーズがしなったっていう状態で曲がり始めていったらこれしなったものは必ず戻る力があるじゃないですか反力があるじゃないですかこの反力を使ってターンの抜けの走りとかそこにおいてのエッジの切り替えだったりとかっていうメリットにしっかりとどん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 つないでいくことができればより躍動感とかダイナミック性のあるつながりの高いターンと切り替えっていうものがずっとスピード感の中で作り込んでいけるんじゃないかなというのがこの FC。 S の乗りり味になりますこの FCS っていうモデルが出てもう結構経ちますね5年以上は優にたつなと思うんですけども初めて僕この FCS が出た時に乗った時に切り替えてノーズ合わせたらノーズがグッっていう風にターン見ながらいきなり曲がり始めるっていうようなそんなフィーリングをものすごく受けたんですよ。ターンの前半ここの部分谷回りって言ってターンのこの部分山回りっていうんですね。 FC はノーマルの FC はどっちかというとこの山回りエッチングが強い味方になってくれるなという印象だったんですけれどもこの FCS は切り替えた直後のノーズのしなりから曲がり始める印象がものすごく面白いから谷回りエッチングによるこの全体的な加速感というものが印象としてはものすごくあって。 それをずーっと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 クオリティ上げていきながら作り込んでるのが FCS となっております。そうだちょっとと FCS で一個お話したいことがありますさあ先日もちょっとアナウンスしましたけどもこの小笠原の越宏君と中本優子さんが。 自分たちの技術を発信しているのがカービングテクニック5ってこれ毎年今こんな形で私たち滑ってるけど俺たち滑ってるけどよかったらどうみたいな感じで提案してくれてる。これに乗ってるお二人があこれを作ってるお二人がこれに乗ってるんですね。なんで FCS を手にしたらこのコシ君中本さんのカービングテクニック5を見ていただいてああなるほどねそういうふうに足を使っていくとこの板はものすごく元気よく動いてくれるんだ反応よく動いてくれるんだっていう乗り方のレクチャーまでなんとついているっていうのがこの FCS の魅力にもなっております。そんなところででぜぜひぜひですね ワンランク上のカービングはある程度できてるんだけれどもなんか板を走らせるとかどんどん加速していくとかそのあと板のしなりとかがちょっとまだわかりづらいんだよなみたいな人に乗っていただきたいそうすると加速するとか板しなって曲がるとかそんなのが盛りだくさんに搭載されてるノーズルそしてそれを使いやすくするように 浅草サイドカーブそんなところが FCS の乗り味の特徴面白さになっておりますので是非ともワンランク上のカービングを目指してこの板手にしてみてみてください本日は FCS の紹介をこのコシ君と中本さんの「カービングテクニックトレーニング12戦」この DVD 新作 DVD とともに紹介させていただきましたそれではまたスノーボーダーの青木玲でした